能登の思い出も自然しかないからね。沿岸だったんですか、ご実家は。もう漁師町だから、ちょっと行けば海だし、ちょっと行けば山だし、ちょっと行けば岩場があって、子供の時はね、海で焚き火してそこへ掘り込んで、焼けたらポーンと出てくるの、サザエなんか。それを塩水で食べる。食べ物も美味しいしね、まあ魚だけじゃないからね、野菜とかも美味しいし。じゃあこっち来て初めて分かったの、魚だけかなと思ったらね、向こうから野菜送ってもらったら、野菜とかもね、椎茸もめちゃ美味しい。能登手まりっていう、こんなでっかい椎茸、それが全く高いんだから。潮風があるからかな、普通のね、かぼちゃでも美味しいし、じゃがいもとかね。まあお袋が家からサザエとか魚とかね、甘エビとか持ってきて、他のだから選手にみんなに食べさせたりね、もう源氏とか宮下なんかもう甘エビ美味しいで食っちゃって、もう食べ過ぎて下痢しちゃってなあんだけ食えば下痢するくらい食ってね、慌てて長も揺れたからね、かなりね、慌ててもう兄貴のとこ電話したら、すぐ出てもう大丈夫だからで、ね、まあ安心はしとったんだけどね、でも見たら鹿町市の7になってたから、鹿町と鈴がね、今両親と兄貴夫婦と、で近くに妹夫婦が。被害はね、瓦が落ちたくらいで、あと中はまあ本当にぐちゃぐちゃになってたんだけどね、これ1日だけ避難してたかな、あとはもうきれいに仲直して、ずっと2日目からまあ住んでたみたいですけどね。中学生が疎開じゃないけど200人ぐらいね、バスで白山市まで行ってるって言ってたけどね、かわいそうに自分のふるさとがなんか壊れていくって感じだからね。必ずね、ここ来た人は毎年、今年ドラゴンズどうですかって言うんだけど、必ず家大丈夫ですかって、どうぞ大丈夫ですかって必ずね、言ってくれるんだけどね、まあ大丈夫じゃないけど大丈夫ですって言ってんだけど、帰るに帰れんしね、奥さんと子供3人で、旦那さんだけ助かった、見とれんかったね、テレビでね。亡くなった人の分もね、やっぱり頑張って生きてもらわんとね、それくらいしかいけんわね。道が綺麗にならんといけんしね、どんだけ時間かかるか分かんないし、行っても今行っても何の力にもなれんしね。だからこっちでいろいろ人を集めて、チャリティーやってお金集めてね、持っていくくらいしかできないしね。まあ今年から OB 会長になったことだし、ちょっとそれも考えてるし。